ここへ来たのは好奇心からさ。でしょうとも。できれば大富豪の跡取り娘と親しくなりたいのね、きっと。僕が？僕と親しくなりたいと思うのは大富豪の跡取り娘の方さ。彼女にプロポーズされたらイエスと言うかもしれないし、ひょっとしたら断るかも。お会いに行く様売り物じゃないってね。というのは？自分の気に染まないことをする気はないんだ。僕はモンタナで一つ勉強したことがある。馬と女の扱い方。でもこんな歌があったわよ。乗りこなせない馬はいない、振り落とされないカーボーイはいない。あなただってしくじることもあるんじゃない？僕は違うね。欲しいものは必ず手に入れる。今何が欲しいか分かる？何より欲しいのは君だよ。私のこと何も知らないくせに。名前さえ。それは後で聞かせてもらう。なんて名前であろうと僕はこう言うよ。綺麗な名前だってね。君と同じように綺麗で。それはどうかしら。私としては明日にしましょう。はい、間に合った？ああ、ちょうど7時きっかり。これから二人は一緒にカクテルを、次に二人で一緒にステーキを味わい、それから二人で一緒にワインを飲んで、その後その気になれば一緒に楽しいことをする。ファロン、アダム、よかった。本当に嬉しいわ。それじゃようやく二人とも会えたのね。いかが？あなたのハンサムなお兄さんをどう思う？お兄さん？なんだって？ファロンが妹だってこと知らなかったの？それが僕らはさっき知り合ったばかりで。そう。だったら二人でいろいろ話があるでしょ。私は遠慮するわ。ニューヨークからの情報は今度話すわね、ファロン。じゃあ私はこれで。お兄さん、なんてこと。ファロンか。本当に綺麗な名前だ。私は嫌。嫌よ。